手だったら買ってきますけど、まあ俺の好みなんで。自分なら自分の好きなの買ってくればいい。そうがあったらそうにします。ああ、そうつうのうめえやな。あのほら、バニラの中にちょっと氷みたいなの入ってシャリシャリするバニラ。ああ、なんでもいいや。あ、そう、バニラね。ああ、ありがとう、ジェイさん、ヨセさん、こんばんは、ジョーちゃん来たって。ジェイさん、アイス食べるのって。そうだよ、ジェイさん、今日はナイス多いねって。ああ、シンゴが透けてくれたからすげえよ、やっぱり。うん、ジェイちゃん、ポンポンさん、ありがとう。ジェイさん、あ、アイス買ってきますね。はい。あ、じゃあ、じゃあさ、あの、あれか、借りてってよ。何を？あの、ねえ、いる？何を？あやるいる？あの、俺コンビニ行くんですよ。フジマートじゃなく？なんか言うんだ。うん、あのさ、シンゴアイス買い行くんだってよ。だから、フジマートだったら、あの、あ、ポイントつくなんべ。フジマートも安いけど。うん、フジマート行ってこいな。あの、あれ借りて、あの、あな、カード持ってないの。それじゃなくて、フジマートのポイントカードだよ。あの、ポイントの方だけ。確かにフジマートも安いですけどね。なんか、だるいんだよ。コンビの方がさ、なんか駐車場狭いし、スーパーってさ、駐車場広いし、売り場も広いし、なんか行くのがだるい、安いのに。ほんとコンビニっていい儲けだよね、そういうところ。スーパーの安いの知ってるのにコンビニ行っちゃうじゃん。なんかだるいんですよ、スーパー。はい、じゃあここ行くよ。悪いな、どうしよう。マジか、スーパーっすか。現金で買うっつったいな。あれじゃなくていい、楽天でいいか、現金で。楽天カードだとポイントつくんじゃない、楽天。まあそうすけど、どうしようか。楽天持ってく。ああ。楽天カード持ってく。まあいいです。それでもいいで、持ってく。いや、いいです。現金でいいの。あ、まあまあ、それあの、どうしようか。マジか、スーパーか。新聞代に回してもいいけど、2000円。じゃあいいや、じゃあスーパー行くか。めんどくせえな。持ってかないの、あれ。だってコンビニよりこっちの方が近いじゃん。ねえ。シンゴ、行ってらっしゃいってね。ぐーちゃん、アイス、はよー、はよーってね。うん、はい、シンゴ買い行ったよ。スーパーに。うん。セブンイレブン行こうと思ったんじゃない？セブン高いからさ。スーパーの方が安いよ。ね、アイスはね。うん。ありがとう。どのぐらい買ってくるかね。うん、一応2000円やったんよ。うん、お金が2000円やったからそんなには買えねえべ。それでさ、相原さん寝てるのって、うん、違う、今帰ってきた。今パチンコしてきたんじゃない、そんな気がする。うん、パチンコ行ってたんだよきっと。あの、年金昨日出たんで、年金健康行ったんじゃね。ああ、ねえ、多分ね、この時間帰ってくるってことはパチンコだよね。え、みほみほちゃん、相原さん、お酒飲んでないよね。うん、飲まねえ。飲まねえけど、一本ここに缶チューハイ見た。ここに一本しまってある。うん、一回見た、今日。うん、まあね、あ、まあ一本ぐらいならいいかなね。そうだね。うん、ゴンゾーさん、ヨシエさん、かわいい、ポンポンって3個ありがとう。チルズちゃん、こんばんは。ポンポン3個、あ、ありがとう。まあ別に買っててもいいけど、ありがとう、ね。一回枠取り出したら今サムネ取りますから、アイス。アイスの？アイスのサムネ取った方がいいんですか、一応。そう。随分買ってきたね。まあ、ジュースも買ってきたし、アイスも。なんこれ。めっちゃ美味しいや、そうなアイス見つけましたよ。こっち安いなんだよ、はい、コンビニより。おじいにやっといて。見て。すっげーうまそうなアイス見つけたんだけど。多分新発売なのかな、見てこれ。これジュースのメーカーじゃない、これ。なんて読むんだっけ、これ。ディオールじゃなく。超
超うまそうじゃないか。出せる状態にしてやろうか。出せる状態にしとこうか。すげーうまそう、アイスキャンディー。ほら、返してみ。昔からの俺初めて見たんだよ。ハサミか、横にしてみ。昔からすぐ出せるようにしとくから、こうに入れるって。いや、それこれサムネ撮ってからね。あ、そうか。うん、じゃあ、一回枠取り直そう。得意ちゃんじゃないの。いや、だからさすがにこれ、サムネ撮ったら一回食うやつだけここ出して、さすがに他は入れるでしょ、溶けるから。うん、冷凍庫に。うん、溶けちゃうもんだって。一回枠気になしましょう、じゃあ。じゃあ、皆さん、すぐ枠取り直すんで、サムネ撮り直します。もったいなくないの延長代。大丈夫、使ってないからまだ。じゃあ私これ一つ食べるから、あとは食うようにこれ切っとくから返して、ハサミちゃんと、うん、取れるようにしとくから。そうですね、ハサミ出してよ。ハサミは必要ないんじゃないでしょうか。必要だよ、ここに切っとけばここに出せねえよ。いや、それハサミなくて取れるんじゃないでしょうか。取れねえよ。いや、取れると思いますけど。あ、こっち？てか、むしろハサミで切った方が難しいってか、変になりますよ。でもそのハサミ取ってよ。ハサミいらないから、ね、いるんだよ、しつけなんたも。どうもこんばんは、初コメの方。ここに切っといて、こう入れとけば、こう使ったら出せる。だから貸してよ、ハサミ。なんでハサミが必要なの。必要なんだよ、ここに入れとけばこっから出せるでしょ、こういうの。そこを切りたいってこと。そう、だからそう貸してよ。きちんとした方が取りなんだよ、取るのに、はい、神経質だからな、いつもそうだね。早く食わないやつ入れないと溶けちゃうよ。チューハイ捨ててだって。風船10個だもん、羽根さん。いや無理ですよ、もうなんか聞かないですから絶対。あー怒っちゃった。これめっちゃうまそう、初めて見たんだけど。昔からあるんだ、こうやって入れとくんだよ、ね、これだ。バニラとかよりさっぱり系が好きなんで、これめっちゃうまそう、アイスキャンディー。あとガツンとみかん。私はこういうの食わねえ。俺いつもこういうきちんとするで、ものは取りいいようにして。取りづらいでしょ、これ。これ全部、いや、これ一回で食えるわけないでしょ、こんなの。一回でこれ全部食えるわけないですね。アイス大食いとかになっちゃうじゃん、これ。はい、これで入れといて、こういう感じで。入れときますか。そう、パッて取れるから。冷蔵庫入んのかな。入るんじゃない、変ねん。早く。あの、入るか。入るんじゃないの。こうさ、絶対食わない賞味期限切れたやつとか絶対捨てた方がいいですよ。一生食わないから、こういうとこの。あんたほとんどが食わないもんですから、ね、食わないもの、一生食わないもの入れとくんだから。あんた牛刺し、あんた買ったんだね、牛刺し。これ全部捨てましょう、一回。牛刺し絶対全部食わないからね、これ。冗談じゃねえ、私のおにぎりは買ったんだよ、絶対。もうこれ一目多分何一つ食わないと思うよ、これ。そう、入れといて。しょうがないでしょ、こんなの。見てよ、賞味期限2022年ですよ、これ。2020年4月30日、これ絶対食わないから、こんなの。これとかなんやねん、腐っとるじゃん、これ。いいんだよ、多分。2020年ですよ、4月16日。もこれ捨てた方がいいって、もう全部賞味期限多分切れてるよ、ここの。いいよ、まだ入れとけ。いやいや、捨てた。いいよって、じゃあいつまで入れと、絶対食わないじゃん、こんなの。だから置けるから。ここに入ってるもん、多分全部食わないからね。それでこんな。冗談じゃねえよ、悪いけどよ。あれだからね、この間買ったあの焼きおにぎりある。絶対食わないじゃん。生協の買ったばっかりだから、焼きおにぎり。でこれで入れるところのスペースないんだから、もう頭硬いな、本当に。なんで食わないものずっと入れとくの、バカなの。あんたじゃないの、それは。いや、捨てた方がいいって。メーター開けとかない方がいいよ。
しまえないの。絶対もっと探せばね、これ2010年代のとかあるよ多分。そんなことより冷凍室は早くしないんだよ。だからこれ賞味期限切れたものがいっぱいあったらスペースがないんだってこれ。いや私でいるんか、頭がないね。いや頭ないのお前だ。これ捨てた方がいい。あとねこれ知ってます、早くこれしまってよ。冷蔵庫冷凍庫って、冷蔵庫とか冷凍庫っていっぱい入れればいるほど実は電気代食うんすよ。だから、まあ、あんたに言われる、まあ、ビビたるもんだろうけど、あんたに言われる筋合いはねえよ。絶対食わないもののために電気代が高くなって、プラスこうやって買ってきたものが入れられないっていう、もう不便、お金も損だし不便だし、何一ついいことないので、一生食わないんだから絶対。これ本当は頭固いよね、本当にバカだと思うよ、リアルに。全部しまっちゃったんかい。すごく上と思ったんだけど。いや、ちょっと入れた方がいいんじゃない。でもちょっと若干溶けてきてるよ。あ、そうか。一回、あ、いやいや、これの 10分ぐらいでもちょっと入れとけば、これ飲むから、これしまっといてよ、これ。じゃあもう食っちゃいます。若干溶けてないかな。それはいいよ、まだ。じゃこれ、ほら、しまっとく。あ、でも溶けてないから、いけんじゃない。いいよ、まだいいよ。これ飲むから。まあ10分ぐらいじゃ1回入れて、まあ、10分でもそんな変わるか分かんないけど、今ねちょっと買ってきてね、ちょっと熱いじゃん今。これしまっといてよ。完全に溶けてはいないですけど、10分ぐらい入れといた方が、これなんかちょっと野菜水しまってよ。これあとこ袋は必要だから。ジンジャーエールとファンタ買ってきた、ちっちゃいサイズの、ね、何本か。これし悪いけど袋ごと入れないでよ。わかりました。これ袋はあの、わかりました、あのあれだから、ベーサービス行くときバスタオル入れるんだよ。それ袋ごと入れたんじゃダメだよ。頭悪いな。絶対食わないもん。どっちが頭いいんだよ。悪いんだよ。あなたよ。絶対食わない。賞味期限が切れまくったもの捨てた方がいいよ。何一ついいことない。デビットしかない。私さ、この間さ、慎吾のさ、じゃあね、たまちゃんのうんこ取ったんよ、フローリングとこ。そうしたらね、段ボールの中にね、あの、でっかいね、あの、なんだっけ、焼きそば、あの、でかい焼きそばじゃ、大食いの。あれが2つ入ってた。自分のことを棚にあげてなんだいね。あんなのね、もう食えないよ、賞味期限過ぎて。バカだよね。よく人のことを言えるなと思って感心するよ。これバスタオル入れるにちょうどいいんだよな、デイサービスの時。だから取っとくの。でもしけっぽいと困るね、アイスが入ってたからね。ちょっとね、これなかなかね、いいね、あのあれがないのよ、いいやつが。うん、どっこいせ。まださん、あったくな、どっこいせ。もうアイス食いますよ。まだいいよ、まだいい、うん、このこれ欲しいもさ、これ欲しいもね、うん、これ欲しいもも食わねえとは、今食いたくねえな、芋なんぞ。どうしよう、ありがとう。干し芋食うとさ、植物繊維があるからうんちが出るんだけど。腹ぐんちゃん出ねえか。一回出たよ。あんたよかった。一回出たよ。これね、干し芋これ食うとね、うんちが出るんだよね、うん。あ、マリアちゃん、おじいちゃんってね、薬飲んでるよ。どうじゃん、パチンコ行ってきたん？ちょっとな。今日負けたんだね。ん？負けたんだね。ヤクルト取ったよ。ヤクルトねえで、ここに。どこに？こっちに持ってる。今日、クーラーかけてやったんよ、信号が。うん。うん。柴ちゃん、相原さんだ。笑うって、水飲み来た。薬飲むんだとね、うん。それからさ、うんこがいっぱい出るといいね。そうだね、うん、私のね、うん、黒いうんこだから
なんだっけ、鉄分の薬飲んでる。うん、あらあら、これ使うか、やばいな、来た、なんこれ、チーズエクロちっちゃいの使うよ、ゴミ入れに。ヤクルト2本2本あまり玉か、すごいよ、これだ。どうも俺ヤクルト、あれあれだいな、あのあれだよ、なんだっけ、店行くったけど俺店行かねえと思って、仕事は年金もらったからパチンコだと思ってね、年金もらったからパチンコに決まって金もらいやすくパチンコだ。そよ風さん、なんで黒インコになるの。うん、鉄分の薬飲むとね、うんこが黒くなる。嘘じゃねえだよ、うん、ほんとね、鉄分気が足んないのよ、私ね、気が足んないから、そっちさ、カードそこにあるから持ってって。あ、クララさん、ナイスありがとうございます。純平さん、ナイスありがとうございます。ありがとう、クララちゃん、こんばんは。デザナイスポチって。ニーさん、ハニョセさん、こんばんは。ありがとう。ハートナイス、純平さん、ナイス、ありがとう。ノダメさん、こんばんは。デザヨセさん、ナイス、ありがとう。ハートありがとう。ハートありがとうございます。まだ芋食ってんだけど、今。あ、じゃあ、それ食い終わってから、ね、行くようにします。うん、のどあめさん、うん、やめんちゃん、しんごきた、古い冷蔵、冷凍食品捨てていいですか。それだ、あ、あと、もうちょいでナイスが1000ですよ。そうなん、今973なんで、あと27かな。やほら、あ、ハートどうも、クララさん、クララちゃん、ありがとう。ヨシエさん大好きです、ありがとう。ハートありがとうございますね、クララちゃん、ありがとう、ありがとうございます。ヨウさん、おっかさん、お疲れ様、ありがとう。お茶、ユウさん、ありがとう。お茶ありがとう、先ほどありがとうね。なんか若干暑いですね暑いかい、若干暑い、そんなに暑くないけど、私クーラーかけてないじゃないですか。風が来てるけど、今日は野田飴さん、ハートです。女性さん、ナイス、無理しない程度に頑張ってください、ありがとう。ライス食べますか。ありがとうね、野田飴さん、ハート、ありがとう。ライス食べるだけのことが結構割っとるけど、キミリンちゃん、ナイスポチ、ありがとう。これもう芋やめたよ。これ4000円もするやつ2000円半額だって言うけどさ、今の時代じゃねえで。あ、確かにレンチンしたらあったかいのと冷たいコラボレーションみたいになるね。あったかいのと冷たいの同時に食うと美味しいんですよ。食べるわ。いらないっす。うん。いや、それ臭くないですか。大丈夫です。賞味期限いつ？もう期限書いてあるよ。ほら。ああ、大丈夫か。4月16日、うん、これでね、テイクコートやめた。これ7回取った、うん、もうやめた。7回取らないとね、半額じゃねえ、4000円払うこともある。ダップクロー減ってるから、うん、どこを急いでんだ、うん、鼻の上上なあ、ライス食べますか。つば九郎さん、ヨセイさん、こんばんは。こちら、バンボールさん、こう、ありがとう。アイスパーティー始まってないと、ありがとう。バニラ、うん、しほちゃん、しほちゃん、こんばんは。金のメガホンさん、こう、ありがとう、ありがとう。ベリサちゃん、何、ヨセイさん、リスワンニーです。
え、ひどんなさん、ブチブチ何ブチリソンとか全然意識してなかったわえ、いいです、ひどんなさん、ブチ抜きましょう、笑うって、ありがとう、ベルサちゃん、バブルパロン、ありがとう。いや、これは無理だよ、絶対抜けないでしょ、これはもう、うん、全然リソンとか意識してなかった。リコちゃん、メガホン、リコありがとう、ありがとうね、うん、バニラ買って、うん、とにかくあげて、なよ太郎さん、よせさん、しんごさん、しんごさん、食べましょうか、やんごちゃん、もぐもぐ、ありがとう、イベント盛り上げたりさん、ポンポンさん、こう、ありがとう、よさん、食べてね、どんどん、ありがとう、ありがとうね、うん、まあ、お腹いっぱいになっちゃった、うん、うん、僕はこっちのアイスキャンディー、これどうやって開けるの、開けてくれよ、これはね、開け口って書いてあるんですよ、日本語見えないですか、あ、本当だ、ここをこうなんですよ、はい、ああ、はい、これ汚れるから平気、珍しいです、舐めないですね、だってくっついてないの、まあ、確かにあんま入ってついてないです、ね、こんな向こうやっちゃコメントが見えねえっつんだよ、そこは大丈夫です、ダメな野郎だな本当に、じゃあ全体が見えないんです、そうしないとバカがよ、こっちでコメント見てる、だってアイス食うだけでねえ、いやだから多少映したがマシなの、吉田の顔しか映す、アイス食べるってわけでアイスも映さないで、ほとんど顔しか映んないから悪いね、いや、はっきりでこれ別に閲覧稼げるとかっていうレベルじゃないよ、でもこれのがまだ風景的にまだマシなの、あれ撮ってくんね、もうほんと予算分かってないからさ、こんなにね、アイスグレーでほんなあだから別にどこっちもあっちもさんな、こんなんじゃ閲覧なんか読めねえなんだよ、コメント見えるじゃないですか、ここで見えねえよ、明るくしましょうか、もうちょっと、はい、全く消せないよな、お前だからそれ、うん、ありがとうあ、クマちゃんだっす、ありがとう、こちらマネちゃん、アイスだ、こっちで食ってするように、ありがとう、あら、パロちゃんこんばんは、ステーキナイス、ありがとう、え、なんでこれ、ありがとうございます、ウェディングケーキ、ニャンニャンさん、ありがとう、ニャンニャンさん、ありがとう、ありがとう、のどあめさん、くまちゃん、くまちゃん、のどあめさん、はい、のどあめさん、くまちゃん、ありがとう、くまちゃん、ありがとう、あと誰だっけ、え、なんだっけ、ハートもらったんだよ、お前がアラブの席を追いのぜ、ビーツ、ソートマーク、ソノフ、ニャンニャンさんからウェディングケーキ、ありがとうございます、ニャンニャンさん、ありがとう、ニャンニャンちゃん、ありがとう、ありがとうね、ミュールちゃん、さっきには食べたの、あ、これ美味しそう、俺初めて見たんだけど、アイスキャンディー、ありがとう、うん、あ、なんだっけ、めっちゃうまい、ちょっと溶けてるけど、のりつねさん、パイナップル味だ、のりつねさん、ありがとう、まゆ前読めなくてごめんね、ノリこのアイスキャンディー超マチマチイベント盛り上げたいさん、ポンポンさん、パイン味やユーサハン、パチパチふーちゃん、大量バニラアイス、ヨシエは多いぞってユーさん、パイン味かなってとにかくハゲてるよ、太郎さん、今日アイス食べる、何個食べるの、いらないよ、いいっつんだよ、好きやな、いいっつんだよ、味パイン、いいよ、美味しいやだよ、どうすか、ね、パイン味、うん、どれ美味しい、まずくはねえよ今何て言いました、まずくはねえってことは、まずくはねえちゃん、うまいだんべよ、バカこんなので増えるかな5ぐらい増えるかな、美味しい時は、美味しい時来たーってしまった、ありがとう、5くらいは増えてほしいね、984ないですから、ありがとう、い少し増やしてもらえる、ありがとうね、美味しい、ありがとう
ありがとうね。ナイスが増えるぞーミスタードーナツ。ナイスが増えるぞーおミスタードーナツ。ナイスが、おい何もやんねんかよこの野郎、人にさしといてよ。よーほんなめったあげたり閉めたりすんじゃねえよおめえ。野菜室を冷蔵庫と冷凍全部開けてんのこのバカ。いや一気に開けた方が涼しいんですよ。てめえが涼しいためにやるんじゃねえよおめえ。電気炉がられるこの野郎。ナイスが増えるぞ。一気に見たいんで上としたアイスとかのジンジャーエール取りたかったね。ナイスが増えるぞおミスタードーナツ。はい、ナイスが増えるぞ。飲みます。お、いやねえよジンジャーエール。ミスタードーナツなんか言えよ、一人で頑張ってんのによ。ずうずうしいな。まったくな。ナイスが増えるぞ。あなたってケチな野郎とずうずうしいって口癖だからね。もうナイスがもうことそのね、ズーズーシーとかズーズーシーとかケチなやろってもう意味を持たないんですよ。ただの口癖なんですよ。ポチャムがなんとかなんとかチャムってなんか語尾につけるぐらいのもう勢いなのよ。何にもしねえんだもん人が。言葉の意味を持ってない。こっちは息が苦しいに頑張ってるんでさ。ナイスが増えるなー。何これ、マスカット味かな。なんだこれ。ナイスが増えるなーミスタードーナツ。アイク言えよ。うん、人が一生懸命言ってるよ。マスカット、これあれじゃん、なんだっけ、高いマスカットってなんて言うんだっけ、あの種なしの、今ちょっとど忘れ。いや知ってるよ、知ってるけど、なんて言うんだっけ。あれ多分あれの味、あれなんべよ、あの種のね。そう、シャインマスカット。これシャインマスカット味だ、多分シャインマスカット。うん、シャインマスカットの高級な味がする、これ。本当にマジで食ってみ、これ。今度はすんなりいくんですね。ああほら、シャインマスカットじゃないの。ああ、私はミルクが好き、やっぱり。あ、そう、うん、そうがいい。あ、そうそうだよ。そうって何か言ったかな。いや、ここもうちょいこっちで見えないから、みんなに画面内に映るように食ってよ。だってこれやったりよ、両方が。じゃあ映んないけど、置いときゃいいの、とりあえずここに、映るとこに。溶けちゃうかな、こんなことしたら。いや、ここで食えばいいじゃん。え、なんで画面外に焼いたら。いくらか増えたんかい。増えた、増えたかい。まあ、あれかよ、なんか。なんでそんなさ、みんなに見せたがらない食べ物を。あれか、お前ね、動物のあの、なんだっけ、あれ。なんか、食べ物を隠したがる動物か、あれ。なんだっけ、リスじゃなくて、なんだっけ、なんかいるよね。食べ物を隠したがる動物。自分ハムスターは口の中じゃん。なんかどっかに埋めたいだっけ。埋めてはいないんだっけ。うまーい、これが一番うまい。生姜が一番うまい。口の中っていうか、ここの袋の中っていうか、リスか、リスだ。リスか、お前。うまリスってなんか食べ物隠すよね。なんか くるみだから。ありがとう、糸巻き巻きと、何、糸巻き巻きと巻き巻きちゃん。リスだ、ちょっとだけ隠れてる。半リスですよ。ええ、リスになんないで、ちゃんと。あんちゃん、いいねをプレゼント、ありがとう。あー、みもちゃんを笑うってサクレのかき氷も美味しいよって。美味しいね、うん、貯蔵する、かわいいじゃんって。ありがとう、アングルちゃん。ナイスどうぞ、ナイスどうぞ。アップルウォッチさん、アングルちゃん、ありがとう。なんて読むんだ。あ、アングルちゃんだよ。ウィスパーさん、アングルちゃん。あ、違う、エンジェルか、エンジェル。ちょっと読めないです。ナイスどうぞ、ありがとうございます。アングル、エンジェルウェスピア。じゃあエンジェルだから、どう見てもエンジェルだから。嘘だよ、ウェスパーさんだよ。エンジェルアングル、アングルウェスパーさん。エンジェルウィスパーだ。何がウィッシュパー、違うな。違うよ、アングル、違う、アングルじゃない、絶対アングルじゃない。ナイスだよ、エンジェル、エンジェルウィ、なんて読んだろうな、ウィスパーかな。色んなさ、すごい盛り上がってる。エンジェルウィスパーかな。そうなん、うん、もうアサミのかけ氷。エンジェルウィスパー、
言わさあら、うん、ベレサちゃん、アラングル、日本語で天使のため息って言うんだ。まあエンジェルはわかるけど、ブレイキングさ、うん、アングルって、まあエンジェルが天使ぐらいわかります。ああ、なん、匿名の方来た。これは いくらのだろう、うん、これいくら、これ高いよ絶対。オーマイガー、オーマイガー、オーマイガー、アラブの説教、あー、ソフトバンク、ソフトバンク、ソンマサヨシ、ありがとう。こっち、ハートの、ハート。とにかくハゲてないヨタちゃんさんからもエール花火50ポイントボーナスいただきました。オーマイガー、オーマイガー、オーマイガー、アラブの説教、ウィンドゼリーツ、ソフトバンク、ソンマサヨシ。エール花火、ありがとうございます。エール花火、ありがとうございます。ありがとうございます。エール花火、ありがとう。ありがとうね。ま、ウィスパーね、なるほど、天使のつぶやき、うーん、きらめき、つぶやき、つぶやきかな、ウィスパー、アングルウィスパーさんって言うんだ、ささやきね、さささやきです、そうなん、あ、天使のささやきなんか天使のささやきっていう有名な歌詞作りたいああ。なんか白い恋人になんか対抗してちょっとなんかおシャレオツな名前のお菓子を流行らしたい、溶けるよね、溶けちゃうでね、どうしようね、溶けちゃうよ、まあ、軽く多分周り溶けてるよもう、それでよく英語が得意だって言いますね、ケンピーどうも、それでよく英語が得意だって言いますね、吉井さん、俺より間違ってたからね、俺エンジェル分かったから、うん、あんた英語でさ1月2月3月全部言ってね、はい、うん、1月2月3月全部英語で言ってね、マンデー、チューセイ、イナズマ、エビデイ、なんでそれ、いや、これ、いや、まあ、これ月火水とかってのは分かりますよ、そうじゃなくてボケですよ、ボケ、うん、あの月火水木じゃなく、うん、こあの虹を月火水木じゃねえよ、1月2月だよ、さして雪花、そんなのわかんべよ、ライデーサタデー七色エビデー、サンデーマンデーチューズデーウィンズデーサーズデーフライデーだよ、暑いな、フライデーや金曜日だよ、ちょっと暑いっすな、1月2月わかんないんだよ、バカだからごまかしねえ、ごまかせやろうだごまかせ、次あちあちってよ、服がつんだよ、ガツンとみかん食べちゃうかな、ガツンとみかん、ガツンとみかん、江頭がさ、ガツンとみかんめちゃくちゃ推しててさ、影響されて買ったらなんかハマっちゃったんですよね、それ以前も食ったことあったんですけどあああ食った、あガツンと杏仁ってのがあって、それが結構しまったよ、ガツンとアップルパイを飲んだ、信号顔赤いぞーって、信号顔赤いぞーって、うんうん、頭が光ってるな、うまいよってね、なんか、うん、これな、997ですよ、あ、あと3ナイスで1000ナイス、ほんと、うん、これはもう今日は1000はいきますね、ほんとにありがとう皆さん、さあ皆さんナイス押してない方押していってください、あと3ナイスで1000です、1000いきましょう、光ってるなって、うん、合いますねさ、光ってるね、よしよし、もう1000ナイスいくんやんって、ありがとうありがとうね、うん、お、え、999ナイス、あと1ナイスで1000、お、来た来た、1000ナイス突破ありがとうございます、ありがとう、ありがとうね、来ました、来ました、お、1003ナイス来ました、ありがとうございます、おめでとうございます、ありがとう、1000ナイス行ったの久しぶりだよね、そうだねうん、まあ、ずっと雑談しかしてなかったからね最近、うん、あれ一番初めの日か、あの時1000、
1500ぐらいいったね。まああれは本当に久々に復活しておめでとうみたいなあれがあったからですよ。そうそう、生寿司食った時歓迎ムードみたいな。そうそう、ナイスはおすのがにありがとうございます。ありがとうね。とにかくハゲてないよたさみさん、うん、うん、ありがたいですよね。ありがとう。それのために毎日してくれなんて、マミちゃんそれを日課にしてくれなんて、ね、おめでとうございます。生活の一部に溶け込んじゃいました。ありがとうございます。ありがとうございます、うん、ありがとうね、うん。